グリアジンは小麦属植物の小麦及びその他の穀物中に存在する糖タンパク質の一つである。グリアジンはプロラミンであり、電気栄動移動度及び糖電点電気栄動に基づいて分離される。グルテニンと共にグリアジンはグルテンを形成する役割で知られている。エタノールにわずかに可用であり、分子内ジするフィの結合のみを有する。 これらのタンパク質はパンがきちんと膨らんだり焼く時に形を保つために必須である。また、食品由来の疾患の良い例のいくつかの原因にもなる。小麦依存性運動誘発性アナフィラキシー、小麦依存性ジンマシン、製パン業者に見られる図だはオメガグリア人に感受性である。組織トランスグルタミナーゼグリア人は壊れやすい酵素を遺産による分解から保護する。 有用内装手段としても働く。その他グリアジンに関する解説は、以下の記事も参照のことだツアミドカグリアジンは、グルテンを酸があるいは酵素処理することで作られる。酵素組織、トランスグルタミナーゼは豊富なグルタミンの一部を、グルタミン酸へと変換する。これはグリアジンが、アルコールに可用であるため可能であり、食品の質を変化させずに、その他の食品と混ぜることはできない。 脱アミドカグリアジンは水にかようである。脱アミドカアルファベータグリアジンに対する細胞性免疫はアルファベータグライデンよりもはるかに高く粘膜上皮を超えて TTG により脱アミド化されたグリアジンは症候性グルテン感受成長症の原因となりうる。ありがとうございます。